えー、こんにちは黒田和義です今日は心理学講座第6弾ということで、えー、先日ですね体罰問題について厚生労働者が、えー、発表しましたのでそちらについてお話をしていきたいと思いますねえー、母親辞めたくなる人も増えちゃうかもということでですね体、まあ、罰とされる行為を禁止事項が、えー、条文として増えたわけですね 改正児童虐待防止法というのが2019年の、まあ、3月のですね、船戸夕空ちゃんの、えー、まあ虐待死亡事故について、ああそこが発端で、えー、2019年6月に可決されました、ね。 で、2020年の4月、えーまあ、今現在から言うと来年になるんですが、まあ、思行が決定しているわけですが、それの具体的な内容を厚生労働省が、えー、12月3日に発表した。それがですね、注意しても効かないので頬を叩く。ね。いたずらしたので長時間正座させる。もうさせられましたね、昔よく。友達を殴ったので同じように殴殴られましたね。他人のものを盗んだ罰で尻を叩く。まあ、お尻どこじゃなかったですね、僕は。 宿題をしないで夕ご飯を与えない。ご飯だけはもういつもたくさん食べさせてもらいましたね。ここだけ違いますね。頬を叩くとか、この辺は僕は全部、えー、親からはあんまりなかったですが、まあ、例えば、こう、先輩とか、えー、学校の先生とか、えー、友達の方っ同じように殴る、まあ、これも先生とか、 そうですね、谷のものを盗んだ罰で尻を叩くとかまあ尻どこじゃなかったですね、まあ、盗んだまままあ,まあ、まあ、いろいろありましたね高校の時はねまあこういったものを全部今までは体罰としていたわけですね一つまあ、えー、皆さんに考えていただきたいんですけど、まあ、自分の子供が車道に飛び出したためびっくりしてお尻を叩いたと「まあ、ちょっと待ちなさい」とか「なんてことすんの?」パシーンとお尻を叩く。 お尻っていいですよね。ダメージが少ないですからね。えー、他人の子供に暴力を振ったので同じように頬を叩いたと。まあ、あのー、これどう法ともダメなんですね。でこれって、まあ、愛の無知というか、えー、やっぱりこう愛情があるんじゃいいんじゃないのっていうやっぱ考えもあるんですが、これも、えー、今回こう虐、虐待防止法の中には抵触してしまうということですね。えー、大丈夫な例はですね、自分の子供が車道に飛び出したために、 えー、手を掴んで静止したっていうのはダメな大丈夫なんですね。相手が痛みを感じたとしてもギュッて掴むのはこれは大丈夫と。他人の子供に暴力を振るったのでそれを静止した手を掴んで静止したっていうのは大丈夫なんですが、えー、頬を叩いたりお尻を叩いたりするっていう行為はこれはまた体罰というふうに認定されるということなんですね。 ただ、えー、厚生労働省も言ってますが、これで、えー、刑事責任が問われるかというと、えー、それに関しては刑事責任を問うことはないということなんですね。ただ、その、体罰をしているということを、やっぱりこう、感じていただきたいということなんですね。で、えーまあ体罰って基本的にはメリットはですね、即効性があるんですよ。パンって叩けば、その場それで収まるので、すぐそれをびっくりしてやめるので、そういう、こう、体罰のメリットってないわけではないと僕は思ってるんですね。 体罰のデメリットっていうのはその時はそれで収まったんだけど子供はこういろいろモヤモヤ残っていてでまあ子供の暴力性がすごく上がると言われてるんですね、えー、反社会活動に走るとか、えー、精神疾患を発症するっていうことが非常に多く見受けられてるわけですねなので愛の、えー、まあ愛の無知としてたたいたとしてもこれは子供の心には実は 結構深く残ってしまうものなんですよ。だからやめましょうねっていうことなんですね。で国際的な動きとしてはアメリカのマリブ大学の、えー、論文でも発表されてるんですが、えー、家庭でも学校でも体罰禁止にしてる国と、えー、学校では禁止家庭では禁止していないというね、えー、まあこういう形の、えー、国と、えー、体罰禁止してない国っていうのを、まあ、20カ国以上を、えー、サンプルを上げてですね 比較してみたところですね体罰を禁止してない国に比べて体罰を禁止している国はですね暴力性がですね69%低かったと女性でも42%これ男性と女性ですね低かったとで学校では禁止家庭では禁止していないっていうのでも、まあ、女性は50%これより低かったということなんですねなのでやっぱり暴力性子どもの暴力性をすごく助長するんですよという。 お話なんですね体罰を法律で初めて禁止したスウェーデンはですね1979年に、えー、法律が施行されてるんですがまあ大体2000年ぐらいにとった調査ではですね体罰をする割合が10分の1に減ってるということなんですねでこれが10分の1に禁止したから減ってるっていうふうに皆さん思うかもしれないんですが体罰に肯定的な人の割合が5分の1になってるわけですよだからやっぱりそういう社会の方がいいとやっぱりどうしてもこう 自分が殴られて育ったからこう殴ったところにいいメリットもあるだろうというところでこう容認している人が、えー、どん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 減っていったということなんですね。なのでこういう、えー、国際的にはですねもう、えー、60か国ぐらいが、えー、こういう体罰禁止に踏み切っている中で日本は遅れてるのでこれをやりたいということなんですね。まあ、きっかけとしては岩ちゃんの事件をきっかけに始まったことではあるんですがただですね まあお母さん的にはですね、子供が問題を起こすと責められるっていうのは、子供の次に母親が来るんですね。あそこの母親何してんのっていう。で、その母親のやっぱりメンタルっていうのは、やっぱりすごいもんだと思うんですねで。男の人って外出ちゃってるからいいんですけど、女の人ってやっぱりそのまま自分も一緒に共たきで仕事してて、で、なおかついろんなものもやってて抱え込んでいて、で、まだ、えー、要は刃磨けない、お風呂も入れない子供がいて、 えー、旦那は手伝ってくれたとしてももがもが作らなきゃいけないしまあ、だこだあだこでやってるとあっという間に一日が終わるのに子供がぐずって寝ないとか、えー、子供がそがこの服嫌だからって言ってぐずって服着ないとかもうなんんででっって思思ちゃうと思うとすねそういう時にもう勘弁してよって思った時にですね、まあ、お母さんの心がよく壊れてしまわないかどうかっていうのは非常にこう大きな問題だと僕は思うんですね。 社会はまあ子供を守るためと結構母親をこう他人の母親を攻撃することが多くあそこの母親があの子はああいう風だからって子供と同じか子供と同等か子供よりも以上に母親を責める傾向になるんですねお母さんたちはやっぱ守る必要があるということで,ですね今回は刑事罰を作るわけではないのでただ体罰っていうもので体の無知っていうのを正当化してそれでこう エスカレートしてしてまうんですねこれってあの実験でもやってるんですけど看守役と囚人役に分かれてもらうと看守役の人っていうのは最初はこう友達でこう、ね、友人とかっていうか同じ部屋にいるので仲良くなったりしてるんですがこうくじ引きで分かれた時に権力を持った人っていうのはこちらの方をやっぱりこうねじ伏せようとするいうことを聞かないとエスカレートし始めるということなんですね。麻痺していくんで こうお尻をファンって叩いたら初めての時は痛いからやめるんですけど2回目は子供ももうその予測がつくので我慢できたりするんですねそうすそう我慢できてるのがまたムカついて今度は強く叩かなきゃいけないそれを繰り返し繰り返ししていると結局ゆ空ちゃんのお父さんも最初はやっぱり愛の無知だったと思うんですよそれがどん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 エスカレートエスカレートしていってそうするとこう答えない娘の顔つきが苛立つとかそういったことでこう 要はしつけだしつけだしつけだってなって結局あそこまでこうたどり着いてしまってるけど気がついていないってことなんですね。なので今回はこういうのでやっぱまあ軽症というかそういったことを国はやりたいと思ってるんですがじゃあじゃあ母親が叩いちゃダメよ正座させちゃダメよ殴っちゃダメよ叩いちゃダメよ,ダメよお尻叩いちゃダメよご飯当たらないしちゃダメよ、まあ、確かにこれは、まあ、聞くとちょ,ちょっときついかもしれないですが。 じゃあどううやっっててししつけしたらいいのっていの話ですよねで。そこに対してのこう指針がやっぱり同時にやっぱり発令されてないというところが母親辞めたくなる人も増えてしまうのかもっていうのは、まあ、非常にうなずけるかなと思うんですね。そもそも子どもっていうのはですね何を求めてるかということなんですけどこれはまあよく有名な話なんですが。 ご存知の方も多いかなとは思うんですが愛情の反対はって言うとですね無関心なんですねこれ憎悪って僕も最初思ったんですけど反対ですからね憎しみとか憎悪っていう風に思う方もいらっしゃると思うんですが憎悪はまだね愛が残ってるんですよ好きだからだから腹が立つんですねえ夫婦仲で冷え切ってる時ですねお父さんが腹立つ腹立つって言ってるところはま大丈夫なんですよ お父さんのことを何とも思わないってなったところはもう,もう破局なんですね。つまりこう無関心、要はどうでもよくなるんですよ。何をやっても。別に自分とは関係ない人って思うわけですね。そこまで行ってしまうともう手遅れになってしまうということですね。ええー、子供っていうのは非常にですね、まあ子供に限らず人間っていうのは非常に自己肯定感っていうのが非常にこう、あの欲求が強いんですね。 自分,を見ても自分を認めてほしい。特に子供に至っては、自分は生きててもいいのかっていう思うような、そんなところのお話なんですよ。自分は母親にも愛されない人間だから、だから生きててもいいんだろうかっていうふうに思ってしまうわけですね。だから赤ちゃんってこう泣くと、うん、抱き癖つけちゃうと、えー、いつまでも泣くよってよく昔は言われたんですが、今はものすごく否定されてますね。あれは結局 抱っこしてあげて、こう、温めてあげると、子供って気持ちいいわけですよ。でも、放置された時間が長ければ長いほど、要は、怒ってるわけですね。なんで僕一人きりにしたのお母さんを僕は僕愛してないのっていうことになってるわけですね。それはですね、放置すれば放置するほど、子供はだんだん諦めて、要は自分は生きている必要はないんだっていうことで、諦めに入るわけですね。そうすると、無表情になっていくわけです。そうすると、 一見おとなしく言うことを聞いた感じがするんですけど、これは言うことを聞いてるわけじゃないですね。で、えー、数年後に爆発したりするっていう、非常に危険なやり方なんですね。それでうまくいっちゃう、乗り越えちゃう子もいるんですけど、乗り越えれなかった時にはもうひどいことになるということなので、えー、今では絶対推奨されないやり方ですね。抱き癖をつけずに一人で寝かせるっていうのはあまり良くないと言われて えー、日本っていうのはやっぱですねそういうこう体罰で要は愛の持ちで何たらかんちゃらとかやっぱりこうなんていうんですかねこうお前たちのこと思ってるんだから走れとか投げてれば痛みなんか取れるみたいなそういったものをですねやっぱりどうしてもこう僕もそういうふうに育ったのでなんかそれがいいようなやっぱ形を感じてしまうんですがやっぱそれがやっぱり蔓延してるかっていうのもあるんすごく大きいと思うんですけど、えー、これはですね 平成14年文部科学省委託調査で行われたですね、えー、中国、アメリカ、日本のですね、えー、人たちにアンケートを取って私は他の人たちに劣らず価値のある人間であるというのが中国とかアメリカ人は80%を超えてるのに対してそう思ってない日本人というのは31%いかに自己肯定感が低いかということですね、えー、時には私は役に立たない人間だと思うことがある これはですね、えー、日本はですね、えー、役に全く役に立たないというのが 20%30% トに対して日本は56%と実に中国の倍ぐらいの倍以上のですね、人間が私は役に立たない人間だと思っているということなんですねこれはやっぱり若い頃に自己肯定感を形成されてないと起こる、えー、こういった現象になっているわけですねなのでやっぱり叩いたりするよりはギュッと抱きしめてあげる そういったことの方が大事なんですが、まあ体罰時に感じて愛情ってことなんですねで。結局なんで殴られると愛を感じるかというとですね、やっぱり先ほども言ったように無関心が子供は怖いんですよ。無視されるぐらいなら怒らせて自分の気を引いて叩かれてる方がまだ愛情を感じるわけですよ。要は憎悪に近いものなんですが、で本当ならどうしたの？ 話を聞いて愛してるっていうそのなんかこう気持ち自,自分が生きててもいいというその母親からの愛情が欲しいわけですねところがこれが欠乏してるとなんか恥ずかしいから嫌だって言い始めるわけなんですがこれが少しずつ少しずつ足していくとだんだんだん抱きしめられることも受けれるようし話を聞いてもらうって言って喋り出すこともあるんですが 聞いても話してくれないもんっていうのは多分これはね随分欠乏してるんですよ相性にねだからもうまあそのその子の性格にもよるんですけど結局その自分からそうして欲しいって言えない恥ずかしくて言えない、えー、でも本当は結局こっちが欲しいんですけどこっちがもらえないぐらいだったら怒らせて気を引いて殴られてる方がいいやと思うわけですねとにかく無視されるのが怖くて怖くて怯えて怯えてるわけですね この話を聞いてもらうっていうのも、すぐにこう、こうしたらあしたら、あんたがこうしないから、じゃなくて、ああ、そうかそうか、そうなんだなっていうふうにちゃんと聞いてあげる、これ、傾聴っていうんですけど、これはまた別の、えー、心理学の時にお話ししますが、まあ、私も苦手な、つい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 ,つい答え言っちゃうんですけど、でも本当はずっと黙って聞いてあげる。要は話してる時っていうのがですね、人間は一番快感を得ると言われてるので、美味しいものを食べてる時ぐらい、えー、その、 アドレナリンが出るそうですね。自分の話を聞いてもらうっていうと。抱きしめてもらうって。本当は子供はこれを欲してるんですよっていうことですね。ただね、こう、うちの子なんかもそうなんですけど、ちっちゃい時にですね、まあ、母親がこう、仕事に行くからっていうことで、僕がこう、面倒を見ることになってるんですけど、いつもだったら全然いい子なんですけど、僕やっぱお母さん、その日甘えたかったんでしょうね。でも、その、 「お父さんでいいじゃん」って言ったらですねまあこう「お母さんじゃなきゃダメ」なんで?」って聞いたら「ダメだから」「なんで?」って聞いたら「ダメだから」もうずっとそれのもう一点張りですね「半日ずっと泣いてわめいて」って言っても手がかかってどうしようもなかったですねもうあれはもう悪夢の半日でしたが本当にですね何を言っても斜めてもすかしてもいいこと聞かないっていうもう本当に叩いたろうかなと思いましたけどえまあこういう本読んでたし叩かずに。 我慢強くどうしてどうううししてってててっいいううに聞いてとりあえず昼ぐらいにやっと一緒にご飯を食べてくれた思いだった時間がかかるんですねそれが結局その仕事をしながらやってるお母さんたちにこの時間のかかる手法をこう進めるっていうのは非常に結構酷なことでもあるんですけどでも子どもの人生を思ったらやっぱそっちの方がいいんでしょうね。私はですね まあうちはまあ一人っ子だったからいいんですけど私自身はですね弟が二人いるんですね二つ年下の弟が生まれた時にまあ自分ではあまり気づいてなかったんですけどなんかこうもやもやして弟をいじめる日々が続いたんですねな,なんでかよく自分ではよく分かってなくてある日母親がですね二、えー、人だけでお出かけしようかって言ってですねいつも弟を連れてて弟,弟はまあ手がかかるからねから可愛がってたのに自分だけを連れてってくれるで二人で スガキあのラーメンを食べてですねでいろいろ買い物を一緒にぐるぐる回って最後に自分の大好きなチョコレートを買ってくれてお母さんの自転車の後ろにお母さんだけつきながら食べた覚えがあるんですねでその時にお母さんがこっそりとね弟には内緒だよって言ってくれたわけですよその時になんかモヤモヤがものすごいこうまあもちろんきっと今考えると弟にも同じことやってたんでしょうけど まあその自分が弟より愛されてるんだっていう気持ちがものすごいねこうその時にうわーって沸き起こって、ね、それから弟はあんまりいじめなくなりましたねでもそれぐらいやっぱり自分でも分かんないんですよね子供もね何が何がこ,うこの気持ちにさせてるのか子供もどうしていいか分からないんですねだからそういった意味でもお母さんにやっぱりまあしっかり観察して ややっっぱりやってあげるしかかななないいんじゃないかな今日はですね、まあ、先生とかそういった方にも体罰は関係してくるんでしょうけど、まあ、母親のですねお母さんの、えー、やっぱり一番最初のトピックがあったみたいに母親を辞めたくなる人も増えちゃうかもっていうトピックに僕はちょっと,ちょっと気になったので、えー、緊急でこの体罰の方を先にやってるんですがまあそういったところはすごくお母さん的には大変ですけど頑張っていただきたいただですね 甘やかすと甘えさせるの違いっていうのだけはやっぱり気をつけなきゃいけないんですね。で甘やかすっていうのはですね、まあ、えー、我慢できることを我慢させない。上、えー、が甘えさせる。どうしても我慢できないことを助けてあげる。ここのなんか鮮明がめっちゃ難しいんですけど、こういうことですね。スキンシップを受け入れるようはくっつきたいとか、 あの膝にポンって座ってきたりとかそういったものに関しては邪魔っていうのはそりゃしてはするわけじゃなくてこれは甘やかしていいんですけど甘えさせこれは甘やかさせていいんですけど、えー、あれ買ってこれ買ってっていう物質的欲求を今日無条件でまあいいよ買ってあげる買ってあげるよっていうのはこれは結局甘やかすになるわけですね。 子供がどうしてもできないことを助ける、えー。子供がもうどうしても靴ひも結べないっていうんだったら、あのー、助けてって言われたら助けてあげるでも子供がは一人でできそうなことをはい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 ってやっちゃうっていうのはこれは甘やかすになるわけですねただこの線引きこの物質的欲求とかもお,かお台所事情もあるでしょうし家族によって違うんですねただこれを無条件でやっちゃう人って悩まないし、えー、なので えー、どうしていいかなどうしようかなって迷ってるってことがちゃんと線引きされてるっていうふうに判断していいんじゃないかなというふうには思いますねなのでつい、えー、先日ありましたけどえっ、ー、と給食がまずいから、えー、食べるの嫌だから食べなかったらお腹がすいたこれは難しいとこですけどこれはでもやっぱり甘やかすではないかな僕はと僕は思います別に我慢できることですからね えー、我慢して食べなさい、えー、食べ物がなければ食べるわけだし、えー、それを今物質がたくさんあるから、えー、そういう状況にあるみんながそれでを食べていて全員が食べないとったらいいと思うんですけどその子だけがそう思ってるわけでしょ、えー、みんながそう思ってたとしてもやっぱりお昼だしみんなも合わせて食べるっていうことだからそういったことがやっぱりできるっていうのもやっぱり,やっぱりこれは、まあ、やっぱり僕は甘やかすんではないかな っていうか感じはしますけどこういうせんべきは難しいですね体罰と子育てっていうのはめちゃくちゃ難しいラインだと思うんですけどでもここも楽しいことかなというラスボスじゃないですけどボスが現れたって感じですね本当に子供が泣き叫ぶときってこうああもうどうしようと思うんですけどよっしゃどうやって倒していこうかどうやって攻略していこうかなっていう風に楽しめる人っていうのはすごいなと思うんですが やっぱそのためには心の余裕ってやっぱ常に日頃からやっぱりいますよねやっぱりあ必死で働いてて余裕のない人にはなかなか難しいのかもしれませんそういうお母さんたちは是非頑張っていただきたいなと思いますが、えー、応援しております、えー、というわけで、えー、本日は以上になります最後までご清聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした